それではですね、今回は、シティーズスカイラインやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということでですね、優雅な音楽とともにスタートいたしまして、今回はこの、フェリーですね、夏木が港からスタートということでございます。さあ、人が一気に降りてきまして、こちら目の前の凱旋門がね、目の前にあるという素晴らしいロケーションの場所ですね。で、まだ公共交通機関が全くないので、着いた人は基本的にこう、ね、車に変わっていくというような、感じになっております。さあ、前回はですね、高速道路を、作りまして、こちらですね、この観光特区では高速道路は地下を走るということになっております。これか、これで見えますね。地下を走っていく高速道路、そしてね、インターチェンジはここにございますので、ここから、乗り降りしてもらって、そしてさらに地下を進んでいきますと、先にね、予約また、地上に出てくると。で、そしたらこのね、会場の、ジャンクションございます。で、そうするとバーッとこう新たな、ね、土地へ向かっていって、ここにジャンクションがあって、こっちに曲がっていく。そしてここのジャンクションまた再び右へ行くと一周してくるということで、結構街の中でですね、こうジャンクションを使って、いろいろと行ったり来たりできるような、感じに現在なっております。はい、そんな感じで今回も、シティーズスカイライン進めていこうと思います。さあ、まずなんだ、ああなるほど、墓地が足らんということですね。一応増やしてあんのか、墓地は。あ、墓地あんのね、こっちにもね。じゃあ大丈夫っしか。ね。じゃあ大丈夫っしょ。よし、じゃあ、目標が、マイルストーン。現在次4万ですね。そうすると原子力発電所が使えるようになるので、これでかなりね、電力っていうね、面では、非常に補えるんじゃないかなと思います。ちょっとまたスピードを上げていきましょう。で、本日はこれ、ね、暖房器具をね、ついに、導入したいと思います。地熱プラント、ボイラーステーション、これどっちがいいんだろうな。地熱暖房プラント、環境にいいのはこっちか。なるほどね。まあ、そうね。まあ、地熱だからね。で、ボイラーステーションは、まあ、ボイラーの方が多分燃料、石油か。石油を使って熱を作るんだけど、こっちの方が熱の出しはいいのか。ね、熱出量がこっち80メガワットだけど、ボイラーステーションは120メガワットか。まあ、これどれくらい賄えるんだろうね。とりあえず、両方釣ります。まずでは、ボイラーステーションからちょっと作っていきましょう。とりあえずこの辺に1個あればいいよな。道路沿いにね、で、これにこの暖房をつなげればいいね。すっごいね、これね。4本になるんだ。で、これで、市内のこの水道管をアップデートしていくんですね。なるほど、これで暖房が一気に行き渡るように。飛ばしてんだもんな。だから2本が4本になってればいいと。
暖房消費がかなりでかいんで、275あるんで、かなりの、ね、量の、あー、暖房足んないね。これはもうちょっと早めに作っとこうかな。ボイラーステーション。じゃあこっち、あ、道路沿いじゃないとダメなの。総合5000、あ、両方あるの。うわー、きついな。そしたら、この辺だよな、やっぱな。この何、ゴミ処理場がこの辺にあるのよ。この辺にさ、ゴミ処理場のこの辺だよな。近くにさ、こう置いとこう。でも、ゴミ処理場に比べたら、ね、こんなんまだ多分全然、序の口だと思うんで。ね。よし、じゃあ、アップデート再開でーす。これ大変だなー。だから今度から、水道を、この敷くときっていうのは、この、何?暖房器具の方の、水道管を、敷かないといけないんだよね。ただこれ、ね、一個飛ばしてもね、なんとかなるんだろうけど、見た目的な問題でね、ちょっと全部変えます。はい。金はたくさんあるんで、スピードをちょっと早めて、金もね、溜まりやすくしましょう。金はあるんでっていうちょっと言い方もあれなんですけど、まあね、暖房消費量どんどんこれ上がってんな。かなりの量の、この何、地熱かボイラーをこう作り続けないと、てかつかないといけないってことですよね。ボイラーもうまく出てんな。ちょっと待ってな。今な、アップデート中だから。まずはね、こうね、ボイラー作ってもね、届かなきゃ意味がないんで。先にアップグレードをします。まずこっちの半島だな。あと向こうにも作りましょう。今日ね、こう大きなイベントはね、多分これだと思うな。地熱の暖房作りなんで、よろしくお願いいたします。あとはね、多分細かいところをいろいろと、修正したりとかね、ちょっと区画をまた増やしたりとかっていうことにしようかなとは、思っております。意外とすぐかね、これ買えなくなるな。880も使ってるな、これ。1回で。結構な、これ消費だな。はー。なるほど、なるほど。結構な、消費量でございますよね、これね。まあいいけどさ。まあ1回って作っちゃえばね、2回目は、ねえ、こう、まあ、そのまま、ねえ、一回作っちゃえばさ、一応壊れないわけだし、ね、あとまあ、ボイラーステーションとかをね、こう増やしていけばいいだけであって。さあ、ここは繋がってないのか。で、繋がったから、多分、この辺は一帯はね、あったかくなったね。Astrologists report that a devastating meteor will strike the city in the near future. Residents should seek shelter immediately if any is available. ちょ。マジか、隕石。ここに来んの？あ、来てる。ごめん、一気合い来ました。あ、でもよかった。まあ、海でよかったな、まだな。一発だけ言い過ぎて。A meteor strike has occurred.
Avoid the impact site and head to shelter if any is available. うわー、まあそうだよな、海の中落ちたら。まあ水こうなるよな。うわー、すごいことになって。隕石は一発？わー、浸水してる。二次災害だよな、これ完全にな。隕石の。うわー、ちょ。水来てますよ、大丈夫ですか？うわー、わー。あー、港。凱旋門。あー、もう港も。停電した。わー。すーごい流されてる、車。わー、凱旋門大丈夫かな、これ。わー、すーげー車流されちゃってんな。まだまだちょっとすごい衝撃波が。あー、こっちも来てるわ。ちょっと修復しましょう、早めに。4万いった。このタイミングで4万いった。はい、どうもありがとうございます。4万達成いたしました。これをどうなってたの、これ。一直線だよね。あ、そうか、今これ浸水してるから敷けないのか。あ、一応ヘリが来てますね、これね。わあ、分かりづれー。ちょっと水引くの待ちましょうか。おお、流れてく水。停電してる。大丈夫かな、これで。よかったよかった。これいいんだっけ。ここでいいんだけど、ってちょっと違くね。こうか。ああ、まあどっちみち。ああ、まあこれちょっと一直線だったな。まず雪だるま公園復活させる。で電気がないので、送電線を引っ張ってくる。これで電気入るかな。OKOKOK。 おー、よかったよかった。で、この道か、道も壊れてんので、直してくれよと。はい。で、地区も次、あ、ここは火力発電所復帰して、だから電力ちょっとね、なかったね、これね。はいはいはい。で、あとは公共施設っていうものが作られてないんだよね、ここはね。ここはまあ後で個人的に復活してくださいというところですね。とりあえずこんなもんで大丈夫？隕石。あ、こっちにね、さっきのね、水の波来てんのね。あらまあらま、浸水してるわね、結構ね。まあちょっとこれはね、まあちょっと時間置いて待ちましょうか。あー、隕石でも、まあ隕石はね、こう一発だからまだいいわな。まあよくはないんだけどさ。まあ隕石も、ついに落ちてきましたね。よし。で、またちょっと、暖房の復活作業したいと思います。
隕石初体験でしたね。あとはこれを川を渡る時か、川というか海というか、わっかりづれえなとか、なんか一個向きだとあれなんかあの繋がってないからこう何効力を発揮しないのか、あ、ここも壊れたのねこれ繋げてあげよう、ういじゃあね、このカツラ観光特区も、暖房配慮に出しましょう。まあ、まずは観光特区だったかもしれないな、暖房な、先な、使うなまあまあいいや。でね、少しずつ今ね、あの昼間はね多分あんま暖房つかないんでね、まだ夜なんだよね、夜になるとさっきみたいに300いくつとか300メガワットぐらいこう、必要になるので、まあ、とりあえずね昼間は200とか300いくか、300いくんだな。とりあえずね全部買えないことにはさ、こうね暖房がみんなにまず行き渡ってね、初めてこうねあのボイラーとかちょっと増やしていきましょう。中の方の人たちもね、まあ真上からね行くよりはねちょっとこうね斜めから行った方が反応しやすいんだよね、このゲームね。まだまだいっぱいだ。上の方ですね、これだ一斉にな、なんか変えるここなんかコマンド欲しいよねこの水道管に関してはさ、スタジアムもね、あったかくなるでしょ。サッカーが観戦もね。よし、これでとりあえず水道管は全部暖房に変わったかな。これだけちょっとまあ引きたい場所がね、まああるので、ここだけちょっと引かせていただきます。これはまあ。あとでなんでここに引いたかってわかると思うんですけど、よし、じゃあボイラーちょっと置いていきましょう。まあボイラーステーションだよな基本な。騒音がするのこれ、意外と騒音するんだな。あんまこうね気軽にポンって置けないわけだ。水上には設置できません。まあ縦置きなら面倒せえな。
しいわけということですね。ここ行けるわ。で、はい。おお。おお、ダメだった。あとはまあこっちやな、増やしといたらな。でももう一個、こっちにもちょっと一個ね。みたいですね。これは、はい、これで一応消費量よりは上回ったんで全地区に暖房行き渡りましたね。 OK です。さてさて、それではね、ちょっと地区の拡張していきましょう。あ、ここに水が足んない。ごめんごめん。今水行きます。この地区、とりあえずこの地区全部に水行くようにしとくか。ほい、ほい、 OK ですね。よし、ちょっとじゃあまたオフィスかな、とりあえずね。結構作ったんだけどな、オフィスエリア。ダメっぽそうですね。ちょっとじゃあこっちの、ね、まあ、海沿いの方をちょっと攻めていきましょう。すぐに立つね。早いね。立つので、さ、原子力を作れるようになったので、これで多分ね640だもんな。640だろ。だってこれ1台で今この町で発電している全ての電力より上だからね。いや、まあすげえなこれな。どこ行く、どこ置く、この辺のとこ置いとく。いやな、ちょっと家の隣だもんな。この辺かな、ギリギリどけねえな。ここギリギリいけんのか。で、これでこの辺いいでしょ、もう。これいらんもんな。必要じゃん。もう賄えてんだから。はい。この火力ぐらいはちょっと取っておこうかね。で、まあ、この水力もね、ちょっと懸念に取っておきましょう。これはとりあえずここでやってるから。これは、これはいらん。で、ここにちゃんと工業をまた復活させます。で、あとは、こっちが来てないのか、電力。しょうがないの。こっちだけ電力じゃあ送ってあげるよ。これでびっくりした。わあ、なんて便利なんでしょう、原子力。これで
電気問題回復したと思ったら今度は暖房器具、こっちの半島にもちょっとやっぱ、ね、1個ぐらい作っておいた方がいいかもしんないね。140、下水もね処理されて、暖房ここに電気いってなかったって感じ、そんなことないな。あ、いたいた、電気いってなかっただけですね。うん、暖房が戻ってきたので大丈夫。OK、電気がなかっただけでした。よーし。さてさて、では、ちょっとね、また、街を拡張していきましょう。ここで暖房を通ったのは非常に、いいことですね。まあ工業地帯はね、またちょっと作りたいんですよね、言ってしまえば。なのでちょっとそちらのね準備というか、その高速道路をね、ちょっとその、まあ、前段階としてちょっと作っていけたらなと思います。これくらい？はい。で、ここに3点。オッケーね。意外とちっちゃいな、お前。こうか、じゃあ。ね。ここだってもうマップ端だから。下水が足りてないぞ今度。問題ばっかだな、ここの町。本当にもう下水もちょっといっぱいいっぱいなんですけどみたいな。だ、下水で水も足んないんだよな。はい、下水稼働しました。なんとか大丈夫で、水どっから取る、これ。でもこれが取ってもいいんだよな、もうな、3つぐらいいっちゃうぞね。で、こう、いや、気にしない。はい。もう変えとくか。これいらなかったんじゃな、向こう、これ一本ね。削除で、じゃあこの水道管消していきます。すっげえ吹いてね、水出んだけど。で、 OK 牧場、 OK 牧場、よし、よし、これで下水と水道は賄いましたね、ある程度で。本題はこっちよ。で、ここはまあね、
いいのよね、そんなね、大したあれじゃなくて。本当にもうちょっとね、こう難しいな、バランスな。こんなもんか。曲がっとるな。とりあえずね、まあ、敷くだけ、敷きますか。これ1本あればとりあえず、おう、これくらいか。もう、じゃあもうちょっといきたいな。本当にもう橋の端でいいんだよ。申し訳ないが、もうちょっとかな。こっちはだってこっち側を伸ばした方がいいんだろうな。これくらいでいかがでしょうか。お、いいね。これでいきましょう。これですね。で、アップグレード。次、ここどうすっかな。もう一、そっか、もう一エリアいけるんか、さっきのね。まあ次こっち側かなって思ってるんですけど、どっから開けよっかな。とりあえずここから開けますかね。端から行った方がいいか。端から行きましょう。はい、 OK です。で、ここですね。また橋渡ります。で、ここをどうやってこうつなげるかなんですけど、はっきり言って無理だろこれこの距離どこに置く。できればこれがいいんだよ。何、また伊勢行くの。ちょい。どこ来んの次ちょっとやめてよやめてよ。ここか。どこ、また海の時だよな。またしか。で、だろう、これまた。この水。衝撃波。A meteor strike has occurred. Avoid the impact site and head to shelter if any is available. また先。ここだけじゃ修復しまーす。おー、すげえな。水道。
失礼しました。また声だよこれ。これはもう暖房じゃなくて今日隕石機械だな。わあ船すごい。あ、そこに船突っ込んでくんだ。わあ、なんかもう地面まで下まで見えちゃってるこれ。でまあでもね、よかったね、2発とも海で。ね、2発とも海でよかった。もう大丈夫。また浸水だよ。また浸水ですよ。あいつね、浸水するだけならね、そんな、まあいいのよ、まだ。まあ、綺麗に水のね、衝撃波が作られて、まあ、綺麗にあんたら流されていって、で、あんたら綺麗にその内側に入ってるね。お前、すごいな、そこの車たち。あらあら。もうね。大変大変、水没。さあ、36分ですね、現在ね。今のところなんか壊れてるっていう感じじゃないので、まあこれ時間が経てば大丈夫でしょう。おい。じゃあ放置。ここなぁ、どうしよっかなぁ、ここなぁ。本当にここでいいのか。ちょっとまあね、恥じすぎたかっていう感じはあるけど、傾斜が9。それでもまあこっち、傾斜が9。傾斜が9だ。これじゃねえ。これがいいと僕ダメなのか。じゃあ、まあでもこの距離やな。最短でこの距離だもんな。難しいわね。ここね、難しいわね。どうしましょうね。ここね。またここがね、一番最初にまあね、こう上がらなきゃいけないから。最低でここのラインなんだよな。最低ここのラインでしょ。いうことですね。なるほどね。こういうことか。そしたらちょっとこれも直さなきゃいけないよね。なあ、ここはここで OK にして、こうつなげばいいんでしょ。これでいいよね。ああ、いいじゃん、いいじゃん。OK、OK。で、逆にします。
で、ここもちょっと、すでに出して、ここまでね。はいはい。で、直線でもう結んじゃう。あ、ベリーグッド。ああ、もうこれでいいでしょ。高速、ね、大丈夫。上通ってるんで。高速上通ってるんで大丈夫です。はい。全くもって問題ありません。上通ってるんで大丈夫です。ああ、こんなとこにあったんだな、これな。鉄道の3点。これもちょっとまたね、変えないとですね。うん。OK でしょ。これで繋がりましたって。何にも走ってないけどな。さあ、どうかい？お水の方は。さあ、これ浸水中？まあ、時間経っても大丈夫でしょう。ね、少しずつまた、回復しております。そう。で、ここに、なんでこれ作ったか。もうね、雑誌のいい方はわかると思うんですけど。この街ね、あれがないの、あれが。ね、この街あれがないから、あれをね、これね、作りたいの。多分これね、足りると思うんだけど、ここね、あれがないのよ。刑務所。あ、足んなかった。足んなかった。足んなかった。あー、恥ずかしいですか。ね、なんかネタバレして足んないっていうね。ポーンって落ちなかったんだよな。ちょっと待ってね。ここがギリラインだ。そこにね、こっちから先に行けばいいのか。この超ギリンのところで先に、あ、もっとそこなの。ねもっとそこなの。これこの辺なの、この辺なの、この辺なのね。オッケーオッケー。じゃあ、ちょっとなるべくね、こう平行に行きたいので、こうかな。あ、いい感じですね。ここはな、ちょっとずれてんだな。あんま気にしなくていい？気にする？ちょっと気にしよっか。どれと平行になればいいの？これ？これ平行だった。あ、これ、あ、ギリ、いや、ギリ外なんだ。厳しいな、判定。もうちょっと、あ、外でな。ここでしょ。ここ。完璧。で、これいいよね。で、こっからもうあとは。ここまで。なんで。いけんじゃん。これ刑務所へ行く道ができました。はい。
で、まあ、電気はまあ自家発電でここは風力つけとくんで、まあ電気はね使いたい放題、まあ、お使いくださいと。これでね、もうこのね、こんな冬の雪降ってるところで、こんなね、もう海なんか飛び込めないですから。ね、もうこれで、犯人は脱走も不可能ということになりましたね。さあ、ここでね、護送車、走っていってますね。はい、ちょっと地下低いな。公認が足んないのか。なんか作ってあげようぜ。糸端。いかない。全然上がんないね。こう作ってあげようか。なんでここんな地下低いの。びっくりするくらい地下低いね。氷やチョークとか置いてあげるか。多少は改善したな。びっくりするくらいここ地下低いね。なんでだ。まあいいや。ここの信号どうなってんのかな。これちょっと信号事情ちょっと怖いよね。止まっちゃったら嫌だもんね。いいな、ここ信号なくせばいいで、ここだけいね、一時停止で。みたいですね。まあ、これあんま車通んないからな。大丈夫だよ。早速囚人が1,2,3,4,5,6,7。ちょっとこっちの2人はなんかね、あんまり人と関わりたくないタイプの子かな。一人でいますけど。さてさて、ちょっと需要高まってんで作っていきましょうか。ね、じゃあちょっと工業が需要高まってるんで作りましょう。ギリギリのところをね攻めていきたいですね。おお、ここで、ね、もうちょっとしたらな。あ、繋がらなかった。まさかの繋がらなかった。ここから無理か。鉄道は知ってるからね。ここはまあ無理か、さすがにな。さすがに無理ですね。分かりました。まあここだよな。わあ、気持ち悪い。ここすっげえ気持ち悪い。もうアイルをつなげない。
波動。ここはギリギリ攻めた方がいいのかな、やっぱり。でもギリギリギリ、あーそっか、これわー超面倒くせー。これね、上通しちゃっていいっしょ。ここはね、いいのよ、これで、はい、一番ね、端のところで、ではこうじゃないですか。ここのスペースなんとかね、ちょっとしたいけどね。こうでしょ。こう、はい、いい感じに伝わる。まあ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 いいでしょうね。これ大丈夫かな。でこちらもここでいいのか。そしたら直線に投げてるくらいな感じでね。よし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 、おーいい感じいい感じ。あったここね、ちょっとバランスよく地熱こっちに、あこっち、あこっち置けないですか。あこっち置けないんだ。そう、そういうことはあるんですね。そう、そうなんだ。あ、ここもすごい微妙だ。あ、ぴったしだ。いやー、ナイス、ぴったし。これは？ぴったしじゃない。じゃあここにちょっと地熱をねもう一個並べとこうか。でこことねつなげちゃう。でここはまあ工業で一緒。で、水が通っていないので、ここもつなげます。もう。なんか今日一気にお金減ったね。さあもう54分だ。とりあえずじゃあ今日はこの辺で終わりにいたしましょうか。今日はねこのまあ地熱作りまして、まあ地熱とかまだ暖房だな、暖房を作りまして、まあ市内ね全域にこう暖房器具が
行き渡ったということで、またこれね、さっき言ったね、早く遊びましょう。はいはいはい。で、あとは、4万人まで人口を達しましたので、ね、こちら原子力発電所が作れるようになりました。はい。あとはそんなとこですかね。今日ね。あとはこっちの高速ちょろっと作ったぐらいで。まあ、あと隕石2回、落ちてくるってことでね。まあ、いつでもこの、まあ、海というか、噴火というか、ね、川というかそこに落ちましたんで。まあ、特にね、街にはあんまり大きな被害はなくて、よかったですね。はい。ということで本日はこの辺で、終わりにいたしましょう。暖房器具で終わりにする最後。今日のな、なんか一発観光特区作っときたいね、なんかね。高級用というか、高えな、足んねえな、金やな。雪のお城のレストラン。わー、なかなかいいですね。あ、そこ隕石落ちたから隕石記念公園作れるよ。まあ、高級ホテル作りたかったなっていう気持ちで、終わる？もうちょっとあるんだよな。まあ、じゃあエンディング終わって。まあそのうちにお金貯まるっしょっていうことでエンディングの間ね、やってる間、じゃあ地熱ボイラープラント、これじゃあお別れいたしましょう。わかんねえ全然。いや、わかんねえな、さっきの方がいいか。じゃあこっちで終わりいたします。さあ、それではここまでご視聴ありがとうございました。よかったですね。Twitch、フォロー、YouTube、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。ではまた、見に来てください。ありがとうございました。Welcome to the classics. Classical music for classics.